はようございます、釣り子 TV です。レイドジャパンの新しいワームが釣り具屋さんに並んでましたよ。その名もフィッシュローラーの4インチっていうことで、これね SNS とかでね、作ってるよってのがねたびたびと告知されていて、3インチと4インチが出るよなんていうね風にね見ていたんですけども、4インチ一つ買うことができました。まずねこれパッケージのとこからちょっと工夫があって、基本こうねみんなねこういう感じでしまわれてるんですけど、この一番下のやつだけね横向いてるんですよね。まあこれによって、こんな形だよなんていうのが店頭で分かりやすく、あと色のねこう表裏の違いなんかも、見やすいなーなんていう、ね、そんな工夫がなされているかなということで、パッケージはまあいつも通りのレイドジャパンといった感じのね、パッケージフィッシュローラーって書いてありますけども、じゃあ早速開けていきたいと思います。ちょっとねボリューミーな感じなのかな。はい、ブリスターパッケージに入っていて、こんな感じのね入れ物ですね。じゃあ早速下のもう一個出してみますかね。はい、ね、雑誌とかそういうなんだろう SNS とかでね見たイメージ通り四角いね、エッジが立っている、こういった感じですね、うん、で持った感じはねすごいね、このサイズで中空ボディにしては非常に重量感があるなっていうね、なんだろう肉厚な感じがね持つとズシッと伝わってきます。これはまあ遠くに飛ばせそうだなっていうところと、ね、この真ん中のところはこう透けて見えるかな、しっかりと、中空の、ね、ところが設けられていて、これによってなんだろうすごい中層でホバストとかやるときにねミドストとかレンジキープしやすいけど、このボディの体積というか重さのおかげで、すごい飛ばせるふわふわできるワームなんではないかなっていうね、うん、そういうのをコンセプトに作ったよっていうのもね、記事に載っていたりしたので、まさにといった感じですね。で、ま、この手のルアーだとそうですね、例えばディスタイルのビローラとかね、結構名作のルアーねいろいろあるねジャンルだと思うんですけども、そこに新しく出てきて結構ね、特徴がいっぱいあって、まずねここねくぼみがあったり、はたまたねこのねエラみたいなねこういうデザインになっていたり、これによってで引いてる感じをしっかりとね、確かめながら引くことができるなんていう風に書いてあったんで、これがねまず使うの楽しみだなってね、結構柔らかめのロッドで、あとなんていうんですかね、糸のこうダルンとした感じなんかも活かしながらね、こうシェイクとかしていかなきゃいけない釣りだと思うんで、そんな時にってね、タイミングをつかみやすかったりするのかな、ね、そういうところが非常に楽しみであります。ほんで、まあ、あとはこういう感じでどこに針を、ね、出したらいいのかとかを、目測をつけやすいようなこういう穴とかね、お腹側このスリットがあったり、テールの形はちなみにこんな感じ、ね、うん、結構小さくてなんだろう似たようなルアーになりそうなジャンルなんですけど、しっかりと、このフィッシュローラーっていう感じのなんかオリジナルなね、感じになっているのがすごいなって、ね、でまあ使い方としてはホバストや、まあ、ミドスト、まあ、ダウンショットなんかでもねこういうのね、いいと思うんで、結構なんだろ う, こうシンプルな形なんでいろんなね、リグに対応してくれそうだななんていうふうに思うんですけど、まずはホバストでこの背中の中空じゃないところに、針をねホバスト用フックを抜き刺して、でこうロールさせて定点保持させながら中層のバスをこう食い上がらせるとかね、そういう使い方になってくると思います。で、針の方は、2番サイズがいいなんていう風に書いてあったんですけども、結構ボディがね4インチと大きめなので、1番の針とかがあればそっちの方がいいんだなんていう風に
ね書いてありましたけどね。だからまあ、ジグヘッドとか自分でバラしてお気に入りのね、針太さとか形とかね、一番サイズのジグヘッドバラしてこれ用に準備したりしてもいいのかななんて思いましたけども、現行であるのだと、まあ、2番サイズのホバストの、針とかね流儀のやつとかがいいんじゃないかっていうふうに書いてありましたね。でこの背中から抜き刺して、で軽い重りね 0.6g 以下の重りとかを入れることによって、なんていうんですかね、こうふわ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 とその場でずっとこう明滅ロールするようなこういう誘いになってくるね、ルアーになると思います。出しどころとしてはやっぱりね、関東だとあの房総のリザーバーなんかがね、いいんじゃないかなっていうことで、ちょうど今ぐらいの時期からね、スポーニングも終わって活発に餌を追い出しているバスがいる時とかね、あとは秋のタイミングとかじゃないかななんて思うんですけども、そんなタイミングで魚が、中層とかでベイトフィッシュを意識して、釣りを展開するなんていう時に、この手のね、中層で、浮かしておくというか漂わしたりとかするルアーが効いてくるんじゃないかな。でまあ冬場なんかはね、ダウンショットの具にしたりジグヘッドをくっつけてそれでもってボトム付近を狙うなんていうのもいいと思うんですけども、まあその場合は4インチっていうより3インチの方がいいのかなと。この4インチサイズだと、まあ、ちょっとバスが元気な時期に使うのいいんじゃないかなって、ね、でなんか中空ボディになっていて沈みづらいんで、ちょっとこのボディの形状なんで、大きめのオフセットフックを、準備して、それでもってなんだろう、ボイルフィッシュを表層で狙うなんていう使い方もね、効きそうなんで、まあ、そんな感じでね、ちょっとこれは、まあ、とにかくちょっとずっしりときて投げやすそうっていうのが第一印象なんで、ホバストに限らずですね、いろいろな釣りで、使ってみたいななんていうふうに思いますよ。で1ケースに6個入りですね、6個入っていて、それでね、3インチサイズと4インチサイズがあるよってことで、自分ちょっとね4インチサイズ気になったんでまずは手に入れてみたんですけども、結構楽しみにしてたワームなんで、ほんとね、小さい割にこの頭周りのデザインがね、ほんと凝ってる。あとはね、しっかりとこういう目がついているっていうことで、これはちょっとね、使いどころが多そうだな、なんていう風に感じております。まずはね、買ってきたばっかりなんで、まあこれからね、そうですね、水槽で水中の動きどんな感じなのかなとかね、はたまたまあもちろん釣り場にも持って行ってね、試してみたいと思いますので、引き続きね、情報をお待ちくださいということで、はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、レイドジャパンから新しく出たですね、ワームですね、フィッシュローラーの41、これをね買ってきて、開封してみたいと、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。